皆さんが思ってらっしゃるロックフェストはまずもって違いますよ、うん、まあ、僕にとってはそのもっとこう広い意味でその生き方とかなんかすごく、まあ、意思を持ってらっしゃったりとかなんかそういうこうなんかそういうものを持ってる人たちとまあ音楽や、まあ、いろんなものを通じてその楽しんでいただける一つのイベントが稲妻ロックフェスっていうスタイルっていうふうに考えてます。地域のお祭りみたいなものを目指してて、僕らの例えば父母とかライブの会場に来てくれるみんなのお父さんお母さんぐらいの世代の人たちも来たいし楽しみたいんだけども、あの中に何時間もいるってなかなか勇気が出なくってっていう方が結構多かったんですよ。だったらそういう方にゆっくりご覧いただく席を席ありのチケットっていうんですかねっていうのをご用意させていただいて、きちんとこうまあ例えばクロークだったりとか、まあ、飲み物もサービスも実際その場にいていただいて、まあ本来はフェスというとねフードコートに行ったり他のやつ見に行ったりステージ見に行ったりとかいろいろ動き回ったりとかして楽しむのがまあ楽しむスタイルとしてもあるんですけども、逆にこうゆっくりのんびり楽しんでいただくっていう場所をきちんと確保するというのが今回のそのプレミアムっていうスタイルなんですけども、当初は金額的な部分でもやっぱりそのまあある種こう VIP 的な扱いになるんでチケットの料金も少し上がりますし、こういう試みどうなのかなと思ったんですけども、実際はその一般の券売に乗らないぐらいあっという間にチケットがなくなって、まあ、実際こういう席を求めてくださってた方がやっぱりたくさんいらっしゃったんだなってことをすごく痛烈に感じました。できればこの稲妻っていうものをその夏のイベントもしくは秋のイベントみたいな形じゃなくて、こう数年を通したイベントでこれから発展させていくと、その足がかりがあったりとかするので、まあ、そういう意味では昨年以上にそのもっとこう熱意を持ってその地元の食材を使ってくださった方だったりとか、地元のお店の出店だったりとかみたいなもので、よりも密接な感じが関係者も含めて作れてきてる気がするので、よりこう精度の上がった楽しみ方をまた皆さんに提供できるんじゃないかなと思ってます。見るとか楽しむからその楽しませる、もしくは自分が発信する方に何かこう変えてってくれる、そのある種きっかけをみんなと一緒に作っていくのが稲妻かなと思っているので、そんなふうな気持ちで見ていただけるとまたこう違った楽しみ方ができるかなと。むしろまああんまりなんかこうひねるよりはその全国をこう47都道府県つるっと回って確かめられたものみたいな今もすごいあるんですけど、それをこうそのままステージに持っていけたらなと思うので、逆になんかこう稲妻に向けてみたいな感じっていうのはなんかもうそこが最終本当にこうまあツアーのオーラスというか、そんな気持ちでできたらなと思ってます。ということで、今年も2015年、9月の19、20日滋賀県草津市烏丸と芝広で皆さんお待ちしております。稲妻ロックフェス、今年もまたねたくさんのアーティストの方そして、まあ、芸人の方もまた来てくださったりとか、いろんなイベントがもう本当に会場内全体で多発しているので、ホームページとかチェックしていただいて、ぜひよかったら会場の方でお待ちしてますのでぜひお越しください。お待ちします。年に一度の琵琶湖の祭り稲妻ロックフェス2015、今年も豪華ラインナップが続々決定。稲妻ロックフェス2015、9月19、20の2日間琵琶湖激アツ。そもそもなんで稲妻ロックフェスっていうかって、その語源をみんなは知ってるか。知らないって、じゃあ説明するぞ。滋賀県の市っていう効果、稲妻ロックフェス2015開催。